はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあということで、今回はですね、はいこちら2024年11月の新製品がねちょっと発表されたので、こちらねちょっと触れていこうかなと思います。はい、ではでも早速参りましょう。はい、11月の新作のトミカですね。で、一番最初にねちょっとこう注意点ですね。これがね予約開始予定日がね8月の29日の木曜日となっております。今日の夜ですね、夜中日にちが切り替わった瞬間に予約始まるところがありますんで、確かこれがね前の月10月ですね、10月も8月の29日ですね。まあ、なので同時にね予約がね開始されますんで、その点ね皆さんねご注意ください。で、特に初回とかねそういったものはのもうすぐねなくなるんで、毎回ね通販とか狙われてる方はねお気をつけください。ということで11月の新作のトミカいきましょう。まずですね通常ですね、はい、もうパッと見てねこう右側はまだちょっと隠されてますが、これねまだティークです。まだあの新車シークレット扱いになっているんですけども、一回ちょっと置いといて左からいきましょう。はい、まずで通常のトミカナンバー91番がねフォードマスタングエコブーストファストバックですね。こちらがね初回とともに登場いたします。通常版が赤色で初回がブルーですね。まあシンプルな色分けといいますか、そんな感じになっているんですけども、マスタングのエコブースト、ちょっと自社の方であまり分かってないんですが、こちらが初回とともに登場します。これまだちょっとサンプル感がなかなかあるような気もするんですけど、どうなんですかね。なんかちょっとこうのっぺりというかね、あんまりこういうのを言うとあれなんですけども、結構シンプルな感じするんですけど、この感じのままで登場するんでしょうか。まあ作り的にもヘッドライトとかもまだこう塗装ですし、あとリアのテールもこれ多分塗装ですよね、塗装仕上げですね。まあなのでどういった状態で製品化されるのかはまあ楽しみにしたいかなと思いますが、こちらね初回とともに登場すると。で、右側の新車がすごく気になるんですけども、なんでしょうねこれね。ていうかね、多分ね日にちが変わった瞬間に予約が始まるんで、これのベールがね多分なんでしょう、通販サイトの方で先に出てくると思うんですけどもね、まあ発表されてみないとねわからないんでね、ちょっと楽しみにしておきたいかなと思います。まあ多分明日ね29日一応東京おもちゃショーが始まるん で、一応僕台風来てて行けたら行こうかなとはちょっと思ってたんですけど、ちょっと微妙になってきたんですが、まあ、もし行ったらまたちょっとねサンプルでも展示されてたらお届けしたいかなとは思っておりますね。まあ、とりあえずこちらね新車まだシークレットですね。ね、どうなるんでしょうかね、ほんと楽しみですね。で、廃盤の方が、ナンバー91番の方が、これですね、シュボレーコルベットがこちらね、廃盤になってしまいますので、気になった方はお早めにといったところです。あ、ちなみにこちらのこのマスタングは特に、あれですね、ギミックもないですね。サスペンションとかも書いてないんで、結構シンプルな感じで登場するのかな。非常にまあ気になるところです。で、続いていきまして、あ、そうそうそう、これが嬉しかった、これ。このギフトはね、結構、こういうの久しぶりじゃないですか。道路を守るぞトミカ高速道路セット、いいっすね。もう素敵の一言ですけども、はい、こんな感じで、まあネクスコ系と言ってしまうとあれなんですけど、まあ先日ねトミカタウンで料金所出たじゃないですか。まあそれにほんとぴったりというかね、もう高速道路を走らせるのにぴったりだ、こんな感じのね4台のセットですよ。トミカギフトで登場します、いいっすね。これね、橋梁点検車ね、ここにて復活。かっこいい。で、これがフォレスターでしょ。フォレスターにハイラックス。ハイラックスもいいですね。で、ハイエース。ね、衛星通信車のやつですね、これ。おー、なかなかね、ほんと、結構熱いね、ギフトが登場しますんで、もうほんとめちゃくちゃ楽しみですね、これね。素敵ですね。いや、もうほんと、11月楽しみ。で、続いて、はい、プレミアムもね、こちらちょっとパッと、これ2種類ですね、2種類登場してるんですが、どっちも気になるんですけども、これ結構すごいよね、これ。ね、フェアレディ Z の Z31 ですよ。こちらがね、これ初回っていうか発売記念とかね、出てほしかったんですけど、ね、まあ通常版のみなんですが、これ登場します。で、これもね、よくできてると思うんですよね。はい、まずちょっと全体こんな感じです。テールもね、しっかりとこう、クリアーパーツですね。クリアーパーツで、で、これね、ドアの開閉とか、あとヘッドライトのね、展開開閉収納か、そのねギミックもついてて、これまたすごいのよ。だから結構作り込みされてるね車両になってるんじゃないかなと思いますね。これはなかなか激アツです ね。で、これちょっとねリトラックタブルって言いかけたけど、パラレルライジングヘッドランプですね。こちらのねこのギミックがついてるんで、まあ、ドアの開閉とともにもうめっちゃ楽しみ、というかもう車体がまずもうかっこいいんで、非常に売れること、これは間違いなしですね。いいプレミアムです。で、もう一つの方ですね。はい、こちらがトミカプレミアムレーシングね。マクラーレンホンダ MP4 のナンバー12アイルトンセナ。こちら登場します。アイルトンセナのやつか。これ、ちょっとなんか久しぶりになんかセナっていうのを口にした気がするんですけど、あ、
こんな車両だったんですかね。ちょっとね僕、いやまたなんか過去の映像とか振り返って見てみようかなと思うんですけど、なかなかまたね結構凝った感じのやつが登場するんですかね。これボディ外せるんですね。おー、こんな感じで外せて、でエンジンとかもこう覗けるような感じになってるんですね。おー、すごい、なかなか面白い感じのねトミカプレミアムレーシングシリーズがね登場いたしますので、これもちょっと期待したいかなと思います。なんかこんなデザインだったような気がしますね。このシェルのマークとか入っててね、うん、ですね。なんかプレミアムもなかなか面白そうですね。で、ナンバー15番ですね。プレミアムの15番が廃盤ね、入れ替えで廃盤になっちゃう車両が、ランボルギーニのディアブロですね。ディアブロ SV が、こちらがね、廃盤になってしまいますので、皆さん気になっている方はお早めにといったところです。レーシングの方は入れ替えで特にないと思うんですけども、多分次々と、入れ替わると思うんで、今まで登場している NSX とかその辺とかは多分なくなっちゃうかなと思っております。で、続いていきましょう。はい。モールオリジナルでもこんなのがあるんですね。ちょっと分かってなかったんですけど、ほうほうほう、もうギフトセットすごい気になるんですが、ちょっと、ここで終わりか。ちょっと左から行きましょうか。これも、あれなんですよ、ナンバー11番の方で、アラン・プロスト。ね、これも出ずですね。ね、一般的に販売したらいいのにと思うところあるんですけど、ね、セナとまた違ったアラン・プロストの車体が登場するんですが、パッと見、ちょっと待ってくださいよ。なんか、ね、すごい似てるんですけど、どう違うかな、うまく並べれない。結構近いんですが、これも、違うと違うんか、ナンバー以外どこだろう。僕全然ちょっとね、見る力がちょっとなくてあれなんですけど、ちょっとこの2つはぜひちょっと並べてまた比べたいかなと思います。これがモールオリジナルでね登場すると。で、ギフトですね。これまたクリスマスにぴったりな、ね、2024トミカクリスマスギフトセット。こちらがモールオリジナルになるんですね。はい、このようにね、ぴったりですよ。もう、言ったら、アドベントカレンダーの街にちょっと合いそうな、そんな感じのギフトが登場いたしまして、いいですね。ああ、ケーキの、クリスマスケーキショーですか？ね、サンバーが登場しますよ、これね。いいですね、いいですね。で、ジムニーに、で、これが PRZ か。ね。はい、こんな感じで、もうクリスマスのラッピングが施されたね、こんな感じの車両たちが登場します。一番左に関してはこれは架空車なんですかね。まあこれもなんか、あ、タクシー仕様なんですねこれね。かわいいですね。このようなね、4つの、ね、クリスマス仕様のねギフトセットで、 あとこの木とかバス停とか、バス停じゃない、これは タクシーの待つところのやつか、これなんて言ったらいいんでしょうか。名前書いてるから、タクシー乗り場標識ね、そのままでした。これがついておりますので、本当にアドベントカレンダーの街にちょっとそのまま置いて楽しめそうな、そんな感じのギフトがね登場しますんで、気になってる方はこれもねモールでちょっとぜひ、ね、予約の方ねしてみてください。あ、ちなみにこの2点に関しましては、今のところ予約開始予定日はこれはね9月の30日となっているんで、まだ1ヶ月先ですね。その点だけちょっとねご注意ください。まあといったところですね。はい、とりあえずね11月の、ね、新作のトミカがね発表されたのでパパーと見てみましたが、いやまあどれも熱いですね。というかね、いや Z のプレミアムはめっちゃ楽しみね。で、この高速のね、ギフトセットもね、いいしね。で、通常版はね、何がね、これシークレットになってるのか、本当気になるんで、まあ、すぐ発表されると思いますね。もう本当明日ね、さっきも言った通りおもちゃショーなので、すぐ発表されると思いますが、これは、ね、楽しみに待ちたいかなと思います。で、それ以外は、特にはないかな。この辺更新されてませんね。特には更新がないので、とりあえず、今回は、11月のものだけにしておきましょうか。トップページで特に、案内もないかなとは思います。はい、ということで今回は11月の新作のトミカがね発表されましたので、ちょっと公式ページの方ね見ていきましたが、さあさあ皆様いかがだったでしょうか。まあまだねちょっとね数はね控えめだと思うんで、今後ねいろいろ追加されると思いますが、そちらとねあとシークレットの車両もね合わせて楽しみにしたいかなと思います。で、皆さんねご存知だと思いますけども、台風10号がね近づいております。本当今回のね台風ちょ結構ねきついみたいなので、皆さんね本当お怪我などねなされないようにね、身の安全をね第一に行動の方ねしていってください。備蓄などそういったものもね本当お早めに済ませておいてください。まあということで、はい、今回ねこの辺にしてくれたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターね、インスタまで進んで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いします。では今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、動画でぜひお会いしましょう。ではね、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。